大事な役割を背負ってる。でもあの法案が通ったら、この先防衛でもいいよ、外交でもいいよ、重要な審議をしてる時、これは秘密ですからそれ以上話せませんとか言われて審議が止まったら、立法の意味がなくなるだろうが。今の政治家としての立場で考えてるかもしれない。でも有権者はそんなこと考えてあなたを議員にしたわけじゃないんだ。これからの日本を思いっきり危うくする、そんな法案に賛成してほしくて議員になってもらったわけじゃないんだ。未来の日本を考えて行動する政治家に会うか、そのどっちかを今選ぶ時だよ。それでも明日賛成って思ってる議員たちに向かってちょっとだけ締め行く。